おはようございます。岐阜 FTV です。本日は今から朝ごはんを食べて大貫平スキー場に向かおうと思います。そして今日の朝ごはんはこんな感じ。現在は高山市内の宿に泊まっています。いや、夜ごはんも朝ごはんも美味しい。やっぱり民宿に泊まるのいいですね。朝もゆっくりできるし、スキー場は近いし、高山最高です。ということで今日も元気に滑りましょう。FTV です。皆さんおはようございます。おはようございます。はい、本日は大貫平スキー場に向かっています。大貫平スキー場はなんと飛騨エリア1のコースの多い、そして滑りごたえのあるスキー場となっております。本日から全面滑走可能になっているということで、はるばる岐阜から来ています。前日の大雪により周りは一面雪景色。さっき高山市内通ってきましたが、めちゃめちゃ綺麗。やっぱり白い雪いいですね。ということで安全運転でゲレンデに向かいたいと思います。寒い、皆さん見てください、このふかふかのパウダースノー。これが高山のスキー場の実力です。そしてやっぱり奥美濃と違うのは圧倒的に空いている。周りを気にしなくても快適に滑れる。これは素晴らしい。やっぱりちょっと遠くでも岐阜県に住んでいるのであれば、高山市内のスキー場もとってもいいんじゃないでしょうか。朝からパウダースノーを食べまくり、いやー楽しい。やっぱ大貫はレベル高いですね。やっぱやりやすい、滑りやすい、本当楽しいね。基礎スキーやる人には本当ちょうどいいかもしれない。ちょうどいいね、うん。まあ、ちょっと注意点はやっぱりパークとかはないんで、パークとかアイテムとかキッカーとか飛びたいよっていう人はやっぱり奥美濃の方がいいかな。使い分けです。ここは本当に純粋に滑りを楽しみたいっていう人は大貫平とってもいいんじゃないでしょうか。すごい。今日も一日楽しみます。
ただいま宝の木平スキー場ゲレンデから歩いてすぐの宿、スクナの宿のスクナの湯に入ってきました。時間帯が良かったのか、すごく空いていて、露天風呂もあり、とても素敵な温泉でした。これから四一を岐阜方面に向かって帰ります。途中でダイアンというご飯どころで夜ご飯にしたいと思います。本日大野木平スキー場、まあ、一日滑りました。まあ、感想としては、まあ、本当に人が少なくて、そして雪質よく一日満喫することができました。最後吹雪いてきたんで泣く泣く終わりにしましたが、いやまた来たい、とてもいいスキー場です。このチャンネルでは山登り、スノーボード、ドローン FPV など価値ある情報を配信していますので、よければチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。